こんばんは。皆さん今日も一日お疲れ様です。すごい、2400回目の訪問ありがとうございます。でしょー、こんばんは皆さん。コウモリ部屋、そうコウモリ部屋、ただいまです。好きなタンメン、タンメン好きです。どういうこと、タンメンあんま食べんな。こんばんは。スシローでチョコケーキ頼んだらクロミちゃんのシールもらえたって話前にしたっけ。え、シールもらえるやっけ。ほう、ありがとうみんな。最近ちょっと忙しかったからちょっとぶりに配信のつもり。お、ありがとう、こんばんは。スシローコンプリート、明日送る。すごい、ありがとう、楽しみに待っております。こんばんは。アイスクリーム何が好きですか。私の好きなアイスクリームは、え、何やろうな、アイスクリームラムレーズンが好き一番。こんばんは。DMM 配信見てきました。明日の DM。 こんばんは、みんなありがとう。お菓子ありがとうございます。ギフト、りょうさん、えさしかさん、のりともさん、ほそさん、 WCC さん、ピノンさん、銀の金魚さん、ガモンさん、サージカルさん、ナオトさん、小ガラスマルさん、サージカルさん、銀の金魚さん、のりともさん、秋吉さん、ありがとう。お、生誕 T シャツ購入させていただきます。ありがとうございます。あと2日、25までなのや。受注販売、受注販売生産、受注生産販売、受注生産販売、皆さんお待ちしております。お待ちしております。ベニちゃん、ありがとう。すごい色合いのチェック、ハロウィンっぽいでしょ。ホソさん、ありがとう。スーパーニモさん、ありがとう。天下界さん、ありがとう。おいもちゃん、ありがとう。釣りバカ星人さん、ありがとう。ウワンさん、ありがとう。ケンケンさん、ありがとう。ヨッシーさん、ありがとう。今日もおしゃれ、うれしい。本日もおしゃれに行きますよ。見て、爪、爪がチョコミント爪もチョコミント色です。かわいいでしょ。そう、今日は七並べの、あれ、私テロップ消えてるやん。
テロップが消えたろう。その前髪のセット好き。え、ありがとうございます。確かに今日前髪いい感じかも。今日は七並べの七並べのイベントのご褒美焼肉に行ってきました。イエーイ。もうほんまに超いっぱい食べたよ。まさかのチャートリはあんまり食べないだろうっていうスタッフさんの考えをひっくり返してきました。いきなりさんありがとう。あっちゃんありがとう。月影さんありがとう。そう、超お肉食べたよ。山勝さんお菓子ありがとう。おいもちゃんお菓子ありがとう。そう、思惑外れた。いい意味で裏切りました。もそれですが、その髪色期間限定じゃなくなのかな。え、この髪の毛は期間限定ではない。まあでも、まあ期間限定っちゃ限定かもね。でもまた色が落ちてまた戻してみたいな感じな、無限ループではあるかも。ひなさんありがとう。さくらんさんありがとう。なっちやっほー、広島お帰りに、ただいま。そうそう、金髪は期間限定でした。でここがさ、ここの髪の毛がさ、なんか私のね家系のね遺伝子っていうのは、ここの襟足が浮いちゃうんだって。襟足浮いちゃう家系なんだって。だからここをさ、ここってストレートパーマ当てたらいいんかな。ただ襟足落ち着くのかな。誰か教えて、この解決方法。そう、でもブリーチしてるから、そう、犬が落ち。せんやんありがとう。おかしい。さくらさんありがとう。野球けいさんありがとう。ふちさんありがとう。浮き足立ってんじゃねえと。そういうこと。確かに浮き足立ってる。今日暑かったからアイス食べた。私も食べたよ、アイス。パインが丸々シャーベットになっとるアイス食べた。僕も襟足行くので、家族かも。それは血つながってるかも。オペしてまた2日目であんまり食べれんから羨ましい。いや私もあんまり食べれんと思ってたんだけど、めっちゃ食べれた。こんばんは。うん、金髪好きになれないって。え、どういうこと。私のこの髪の毛が金髪に見えるの。残念ながら全然金髪じゃないです。カツさん、お菓子ありがとう。いや、肉しか買ったん、ほんまに。でもこの今回あの焼肉で撮ったお写真たちがカードになるので、皆さんお楽しみに。
似合ってるのに失礼な。言ってやれ言ってやれ。でもなんかメンバーみんな全員たくさん食べてた。マジでほんまに襟足が浮き足だってんのがちょっとどうにかしなきゃ。ほんまに解決方法教えて。チェック似合うね、ありがとう。秋はねいっぱい。あでもねやっぱりシャトーブリアン食べたっていう話になるよね。シャトーブリアン食べました。でシャトーブリアン結構ね終盤にね食べたんだけど、えもしかしたらもう食べれんかもしれんっていうぐらいお腹が腹8分目ぐらいだったんだけど、全然食べれた。マジ別腹。リシュちゃんありがとう。でもやっぱり女子はタンが好きですね。タンめっちゃ食べました。アリちゃんさんね悲しい。あ、若手もちゃんと食べてましたよ。みんなタンいいよね、美味しいよね。でもね、上ヒレがめっちゃ美味しかったです。上ヒレ、なぜなにくん、お菓子ありがとう。そう、シャトーブリー溶けました。ワイリーさんありがとう。サバさん、カボッチャありがとう。そう、タンってさ多分さヘルシーだよね。わあジョーシュ、わあ Thank you。 牛にヒレはないのになんでヒレ肉っていうのよ。確かにホルモンね、ホルモンとか食べなかったな。お肉食べました。めっちゃ美味しかったです。マイリーさんお菓子ありがとうございます。白米投入したつわものはですね、猛者はいませんでしたね。みんなサラダ、野菜とお肉食べるって感じ。カルビ、あ、カルビも食べてないかも。ハラミとか食べましたね、美味しかった。炙りカルビはあんまりしない。あ、最初は何時頃にしたの？通知あった。ね、8時過ぎぐらい。8時過ぎぐらいかな。8時から。襟足ボンバー。そう、朝8時ぐらいからしました。おはようって感じで。野菜、多分ね明日のチャートリ公演のね MC は焼肉の話でも持ちきりだと思います。なのでちょっと多くは飾らずいいよ。そう、メイク配信、今日のなんか朝配信ね、なんかめっちゃ漏れとったよ。めちゃくちゃ漏れた。美女がね天才的に褒めてもらえた。トントロ、あートントロ食べてないね。ユンジンありがとう。サージカルさんありがとうございます。おお、
ナイクル電話したら当選してた。よかったー。クルージングね。クルージング楽しみましょう。マイリーさんありがとう。海外から荷物届いたの？はてな。え、なに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 ？かっこ服はてな届いたの？え、なにそれ、届いてない。マイリーさんありがとう。あきさんありがとう。そう、マジで急激に寒くなったけん、ほんまに長袖を。アイリーさんお菓子ありがとう。あきさんおばけありがとう。まーたっちゃんクオリティーだし。なに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 、まーたなっちゃんクオリティー。でもそう、今日もちょっと焼肉の匂いがすごいんだよ。もうこれもう服がケムケムなんだよ。でもね、めっちゃそう、ジェラピケマジかわいい。見て、私の今年のジェラピケちゃん。ああ、服ね、私の今日の服めっちゃ可愛くない？リボンがいっぱいついてる。かわちい、かわいい、かわいい、かわいすぎだよ。もう寒さで凍えて寝ることはなくなるね。ありがとうございます。うんごさんありがとう。で、思ったよりあのプライムデーのさ商品たちがさ、まだあんまり届かない。ウキウキに楽しみに待ってます。ゆうのくんお菓子ありがとう。ぶんごさんお菓子ありがとう。お、ドドゾンビっ子女王15位に巻き上がりました巻き上がり、這い上がりました。え、すごい、4万ポイント今日4万ポイントいけるかも。お菓子集めてます。ぶんごさんお化けありがとう。コロネさんお菓子ありがとう。お化けになっても好きだよ。なんでだらんだらんだらん。今までの最高記録14位を超えれたら嬉しいです。コロネさんありがとう。 YD さんありがとう。ユミユニ巨人軍さんありがとう。髪色落ちていい感じね。え、やっぱりなんかそんなに落ちた？やっぱ落ちたよね、髪色結構落ちました。でもなんかもうちょっとしたら髪の毛トリートメント、カラートリートメントでまた色ちょっと濃く戻そうと思ってます。ケンケンさんお菓子ありがとうございます。アンニョン渡辺、アンニョン渡辺ありがとう。ケンケンさんお菓子こんばんは。みんなこんばんは。ハロウィンギフト集めてるよ。髪色配信で見るとハイライト入ってるみたいで可愛いね。多分髪の毛がライトでキナってしてて
キランってしてて、いい感じ。髪色はいい感じに馴染んでおります。ショートカット手当を、ね、ショートカット手当キボンヌ、こんばんは。ラジオ番組出演オーディションあれなんやってね、今日公開されたんか。みんなには、私は今回はこの番組出演オーディションは見送る形でするので、出演じゃない、出場は立候補制なので、今回はちょっと見送ります。私はなので、どうかみんなまた私が次このイベント挑戦したいって時のために、パワーを温存しといてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。今回は体力温存という形でよろしくお願いします。パンくん、お菓子ありがとう。ジェクさん、お化けありがとう。ジェクさん、お菓子ありがとう。イケメンありがとう。微力ながら応援します、ありがとうございます。っていうか全員不参加表明したイベント、どうなんだろうね、開催されないのかな。でもゼロってことはないんじゃないかな。立候補者、チェックさん、コウモリありがとう。風船ありがとうございます。ね、前に千穂さんが出たデコメン、こんばんは。ハロイベ達成したらコーヒーチケットと、ちょっとなんかコーヒーの女神系チケットと、コーヒーの女神系チケットとチキンのチケットがゲットできます。なのでとてもとても応援していただけると嬉しいです。ね、これめっちゃ可愛くない？これもらったね、これを。これめっちゃさ、めっちゃ使い勝手いいサイズでさ、愛用してる。ゆうじさん、ありがとう。こんばんは。色もいい色でしょ。ルンゴさん、お化けありがとう。ドロドロドドドドドドド。え、マジでさ、結構ストレートパーマかけたい。でもブリーチしてたらストレートパーマってかけれないのかな。ちょっと探してみる。こんばんは。ねえ、襟足めっちゃ伸びた。襟足がさ、めっちゃ浮くけんさこうやってさ、やりよったらさ、こうやって手ぐしでやりよったらなんかさ、ちょっとちぎれた気がするんだよね、襟足。あ、襟足ちょっとちぎれちゃった気がする。この大事な襟足ちゃんが そう、ブチって襟足、みんなで襟足
襟足保護協会ちょっと設立しよう。襟足保護団体風邪ひいたかも。波行きで風邪って、あ、なんかねずっとね風邪気味な感じずっと続いてて、喉がね長引いてます。大丈夫じゃないかも。明日食べるとオープンやで、駅前。えそうなんや。入ってきます。よろしく。トッシンさん、おばけありがとう。和彦さん、お菓子ありがとう。相方にマイコプラズマか言うたらしばかれたいやでもさ、なんか怖いよね今さ。すっごい流行ってるらしくてさ、流行ってるらしくてさ、なんかテレビでもなんかやってた、マイコプラズマみたいな、めっちゃ流行ってます。じゃあ私も芝居ちゃろそう、最近の風長引く、長引くってなんかちょっとあれらしい、怪しいらしい。今日ライライ亭行ってきた。お、いいじゃん。何食べた？私はチャーシューメン食べた。私はチャーシューメンのメンマトッピング。トッシンさんありがとう。手洗いうがいちゃんとやってる。え、あのね、あれだよ、なんかあのカエルのマークのついたうがい薬みたいなのやってる。周りにいなければ問題ないやろ。いやでももしかしたら病院に行ってないだけで、もしかしたら潜伏しちゃうかもしれない。なっちゃんでコメンのイベントは今回はしないです。そう、昨日ラーメン食べて今日焼肉っていう。豚キムチ定食ね、美味しそうだった。でもね、私はねチャーハンと餃子食べました。ココイチのいいね。マイコプラズマって怖いよね。放置してると肺炎になるんでしょ。うん、それは絶対に避けたい。チャーハン餃子、そう、ゴールデンコース、まあ、チャーハンに餃子とチャーシュー麺食べたらもう幸せになれること間違いなし。うわ、いいね。鳥貴族、鳥貴族好き。ハツが大好きです。H さん、お菓子ありがとうございます。でも今日さ、卒業発表さ、 NMB さんもあったんだっけ。なんか今日すごい、今日一日で卒業発表が、卒業発表っていう文言が超隠しよ。で NMB さんもやんな。ねえ、あったみたいで、そういう季節なんかな。なんか結構季節あるよね、そういういろいろ重なる。
トゥーさんありがとうございます。お菓子ありがとう。なっちゃんがいれば大丈夫。本当に一生押してください。私が私がイートル人生全うするまで。よろしくお願いします。そう、今日焼肉行く前にね、サラピとねカフェに行ったんだけどね、あのすごくいい写真が撮れましたので、すごくいい。マニーナさんのコメント見てないや。エイチさんありがとう。お菓子なんか時代はあのちょっと広角レンズ 0.5 で上目から撮るのが流行りるし、でめっちゃいい感じに撮れたんよ。私の撮り方はこれだなって。えやだー、ちょっとなんかもう髪の毛浮きすぎるけんさ、結ぼうかな。ちゃんと結んどかないともう髪の毛引きちぎっちゃいそう。髪の毛引きちぎってしまうわ私。でも髪ゴムがない。俺なんだかんだ言ってなっちゃんの配信見に来たよね。うん、いるイメージ。辛いのは最近好き。辛いのなっちゃん角度発見。とよっちゃさんありがとう。おばけ山勝さんおばけありがとう。引きちぎっちゃう。ドドドドド、お化けになっても好きだよ。なんてドゥ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 。今日は水曜日か。めっちゃ可愛くないこの色。一旦ネイルをお休みするんですけれども、この期間中にもうちょっと爪をもう最強に強くしたいと思います。チョコミントさんです。ムースかジェルで抑えられないかな。いや多分ね、夜になったら浮いてくるんだよねこれが。多分ストレートしたストレートかけた方が早いよね、襟足浮いてくる問題。なんかこのまんまいい感じに伸ばそうと思ってるので、ね、そらともさんありがとう。お菓子ありがとうございます。なんとねツインテールもねツインテールもできるようになりましたとか言ってて、これやばくない？超かぼそい、超かぼそツインテール見て。もうなんか不安になるツインテールの細さ。ほらこうやってさ、ツインテールにした時に見て、こっちちょっと短いでしょ。カボソツインテール。じゃん。いやだよ。かわい、本当に。そうなんよ。みんな聞いて聞いて。このさ。
黒身のね、黒身のね、コラボ商品がね、超かわいいコラボ商品が出てて、でもね、あのね、もう手が届かないくらい高級な商品、アンテプリマって知ってます？アンテプリマ、多分読み方そうだと思う、のクロミちゃんコラボが出て、すんごくかわいいんですよね。すのごく、そう、高級クロミちゃんコラボ、こんなのさーと思ってゲットしたすぎやんって思ったけど、あの一番、一番あのお安くても、三渋沢からなんですよね。ちょっと手が届かん。え、ウルリスとコラボのやつね、絶対買うと思って私いいねしちゃった。ちょうどシャンプーがさ、ちょうどシャンプーがいい具合になくなりそうだなーって思ってたところだったの。だしヘアオイルもいい感じになんかなくなるところだったんで、素晴らしいタイミング。お、4万ポイント超えてる、皆さんありがとうございます。30万ポイント、イベント終了時に30万ポイント目指してるので、皆さん応援よろしくお願いします。そう、三渋沢なんです。ウルリスのやつめっちゃ可愛いんです、クロミちゃん。ぜひあのシャンプーを変えようと思っている方はぜひね、このタイミングで。え、可愛い、通勤急行通過駅さん、お菓子お化けありがとう。あ、ウルリス公式がメンバーの配信に、あ、なんかさ、それさ、あかりんさんのやつだよね。なんか噂に聞いた、絶対これ買う、絶対これ買うすぎる、絶対これ買うって感じで、もう私いいねしてるから、いいねね。10月28から28からね、メモしとこう、メモじゃない、カレンダーに入れとこう。あと5日後、ウルリスクロミ発売日、うい、次か。ウルリスってそんなにいいの？え、あのね、シャンプーもめっちゃいいです。なんか私なんか一回なんかのシャンプーのおまけでウルリスついとって、めっちゃいい感じになった。絶対それ買うすぎ宣言、そう、買うすぎ宣言。こんばんなっちゃそう、こんばんなっちゃそう。てちてちさん、パンプキンありがとう。そう、ウルリスのね、そう、紫がねめっちゃね私の髪に合ってたんですよ。これ紫なのかな。しかもブドウの香りだって、クロミちゃんコラボ、ドトールの福袋、それクロミですか。てちてちさんありがとう。かぼちゃパンプキン、ペンペンペンプキン、ペンペンペンプキン、パンパンパンプキン。え、クロミドトールね、調べよう。
めっちゃかわいい福袋。めっちゃ可愛いキルティングバッグ。このバッグ可愛い、ポーチも可愛い。うねりコントロール、え、めっちゃ襟足に効きそう。明後日から予約開始。お、いいね。てか福袋ね、今年も福袋何狙おうかな。今年の福袋楽しみ。こんばんは、田辺ね。確かにもうそんな時期福袋に悩み出す時期ですよ皆さん。なんかみんな毎年買っとる福袋とかありますか？なんかスタバとかは毎年買っとる人とか多いよね。ね、くるみちゃんがドトールの店員さんになってる。かわいい、かわいい、かわいい、かわいすぎだ、かわいい、かわいい、かわいすぎだよ。かわいい、くるみのポーチ、これいいね、いいサイズ感。クロミってさ、めちゃくちゃ可愛いよね。なんかね、この前ね、いろんなサンリオキャラクターがずらーっと並んどるなんかやつ見て、うちの推しがいっちゃん可愛いって思いました。うちの推しがいっちゃん可愛いやんってなりました。なんか企んでる感の笑い方が多いね、わかるって笑うよ、クロミ。ヤマトさんありがとう。なんか私さ、なんかクロミちゃんのことをさ、なんかクロミちゃんでもなくクロミ様でもなくさ、なんかクロミって呼びたくなるんだよね。でも全然人生、え、でもどうなんだ、でも人生の、いや私の方が、私の方が先輩か一応。だって最近20周年だよね、クロミ。だから一応クロミと呼んでも怒られはしないが怒られはしないが、まあちょっと迷惑には値するという。お、クルージング当たった、ファイナル楽しもうね。ジャーキーさん一応後輩、人生的には。そう、クロミって呼びたいんだけどさ、結構みんなクロミちゃんとか、クロミ様とか呼ぶじゃん。だからそう、ちゃんとわきまえなきゃって思う。ネキサーバン買ってかない、クルージングいいですねって。そう、クルージング今回は銀河っていうクルーズ船に乗るみたいなんですけど、ちょうどねその船がこうラストの運航をするっていうタイミングで私たちとコラボしていただいて、後悔のない航海をクルーズ船銀河でできたらいいなって思います。私もダジャレ大好き、ダジャレ大好きだよね。なんかもうほんまにダジャレ大好きマンだよね。もうすぐにこれが頭に浮かびました、後悔のない後悔をしよう。笑うとこだけどいい話ね。なっちゃんサービス精神旺盛だからクルージング中に海に飛び込まないか心配だわ。え、私そんなにサービス精神旺盛だっけ。まあ
海を見ると泳ぎたくなる気持ちはちょっとわかる。みんなも決して飛び込まないように海に。それでよろしくお願いします、私との約束です。タイタニックごっこはやりそう。あのな、先端に立ってな、多分夜ぐらいにや、夕暮れぐらいにやったらいいんかな、わかんない。一番幻想的になるのは夕暮れぐらいかな、夕暮れ時かな。さすがに海水浴には寒い、あ、寒いでござるね。もう寒いよ、風邪ひくどころじゃない。心肺停止、心肺停止がもう余儀なくされるぐらいの寒さやから、みんな絶対にふざけてもやっちゃいかんで、命に関わる。オタ同士のタイタニックごっこ、今想像してみた。ちょっとあれだね、何してるのってなる。なるかもな。いやでもなんかいいやん、そういうなんかこう自由時間の時にみんなで仲を深め合うっていうのも大事だと思いますので、確かに、だってちょっと不吉だもんね。組体操のサボテン絶対怒られるでしょ。でもなんか今回のクルージングもね、超盛りだくさんで、企画が日本の大人男性はもっとはしゃいで、え、でもそれは思う、それは思う。え、待って、 NMB さんの卒業発表された方さ、え、めっちゃさ、めっちゃ若手の方じゃない？なんか驚きだね。こんばんは。こんばんは。じゃあ皆さん、今日はあと10分したら配信終了します。みんな今日も一日ありがとうございます。こんばんは。トラッキーさん、お菓子ありがとうございます。I just wake up. Good morning. テンプラ。ブルーロックロッカー読み終わりました。てかさ、推しの子さ、私さ、新しいやつちょっと今見るの途中でとんざまるしとるわ、とんざえもんしとるわ。なんかお父さんがさ、めっちゃさ推しの子ハマってて、見なきゃ見なきゃって言ってたけど、あの最新話がまだ更新されてなかったらしい。
そのぐらいハマっとる。ヒットグッドさん、コウモリちゃんありがとう。そう、トンザ丸、トンザ丸、トンザエモン、トンザ丸、トンザエモンしてます。完結するみたいな。あ、そうなんじゃん。てかさ、そう、これ届けてくれた方がいるんですよ。かわいいね。なんかさ、チョッパーってさ、うちの子に似てない？ちょっとチョパエモンさん、チョパエモンさん、うちの子に似てる。え、これ絶対 iPad に貼ろう。足長、足長、黒足。なんか最近さ、ブルックってかっこいいなって、そう、ブルックってかっこいいなって思い始めた。なんか渋くてかっこよくない？ブルックって。トナカイじゃねえって怒られるよ、チョッパーに。お、今もアニマ見て、もうちょっと私追えてなさすぎてお恥ずかしい。RPG さん、お菓子ありがとう。チョッパーは人、人のみやけ、人にな、人、人かもしれんのよ、もしかして。トナカイって言うと怒る。特別版みたいな、みたいなの評判いいな、ね、ね、なんか特別版のやつ。てか実写版もさ、2があるんだけど、めっちゃ楽しみ。てかあんなにさ、実写版でなんかこう結構さ、しっくりさ来るのってすごいよね。なんかさ、今さ実在せんけど、なんかはなかっぱのさ実写化がもしもあったらみたいなのでさ、みんながさ当てはめていくやつがさあってさ、私もはなかっぱファミリーに加わりたいって思った。ガキザリー Thank you。 トラッキーさんありがとう。お菓子ありがとうございます。あざざます。よいしょ。アリサちゃんは強そうなんです。チャートリも兼任している。アリサさん、アリちゃんさん、そう、ちょうどね、その発表してるのが、その焼肉、ご褒美焼肉の時の時間帯だったんだけど、そう、 DMM 配信で見てました、リアルタイムで。いとしさんありがとう。パンプキン、そう、めっちゃ会場近くだったからさ、見に行けないかなって思ったんだけどね。リーダー誰になるんだろうね。でもさ、アリちゃんさんがリーダーとして作り上げてる、上げた新公演は
これから先もずっと残るってことじゃん。いやそうなんよ、アリちゃんさんがリーダーになってなったスタジオでめっちゃ目輝かせながらいろいろなんかこれからのスタジオはこう変えていくんよみたいな、なんかめっちゃ、ね、キラキラさせて話しよったのをなんかめっちゃ間近で見てたから。でもそのねアリちゃんさんが目標とするスタジオが残るっていうのはなんか素敵だなって、いい感じに引き継いでね誰になるのか分かんないけど引き継げたらねいいんじゃないかなって思います。約束のネバーランド、おのおく知ってる知ってる、それもなんか実写化してるよね。なつきちゃんは卒業しないでね、うん、今のところ予定はない。でもなんかさそういう気持ちってさなんかいきなりパッてなんか訪れるものなんかなって思うとなんか怖い。うん、浜辺美波さんのやつや、浜辺美波さんのやつです。 I love you poppy なみよそみてないでてり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 。ガブおしのこあと少しで終わるねらしいね。いつまでお仕事するんだろう、卒業生だ。おお、なるほどね。ラッキーさんお菓子ありがとうございます。明日ね、明日の配信どうしようかな。お昼かな、お昼配信かな、お昼と夜って感じにしますのでよろしくお願いします。12時と夜10時からとかかな、12時7時に起きんのまだって、ちょっと明日7時に起きんかも。なんかお腹いっぱいで、お腹いっぱいでなんか幸せで爆睡しそうな予感。僕は幸福感に満たされるで多分爆睡してると思います。僕は幸福感に満たされる、いや絶対いい夢見れるよね、絶対いい夢見ような。あごを入れも水道の水でジャブジャブと洗ってそっとかじった。そう、もっちゃんはちょっと東京遠征があるのでまだちょっとお家には来れなかったです。また次のタイミングです。誕生日見ます。今日の四字熟語、満腹爆睡、そうやな。では男女見まーす。13位せんやさんありがとうございます。12位そらともさんありがとうございます。11位ぶんごさんありがとうございます。10位おいもちゃんありがとうございます。9位あきよしさんありがとうございます。8位 RPG さんありがとうございます。7位サージカルさんありがとうございます。6位でんかかいさんありがとうございます。5位あきさんありがとうございます。4位山勝さんありがとうございます。3位おじさんぼマスターさんありがとうございます。2位トラッキーさんありがとうございます。そして第1位けんけんさんありがとうございます。はーい、というわけで今日は出
並べのご褒美焼肉をしたりなどなど、すごい楽しい一日でした。それでは本日も一日ありがとうございました。では明日はお昼と夜に配信するので見に来てください。みんな待ってます。あとね、生誕 T シャツの受注販売が25日までなので、あと2日今日含めて、もう明日になると、2日、明日含めて2日になるので、日付変わると、皆さんまだ申し込んでないよって方や、あともう1枚ゲットしておきたいなっていう方はぜひよろしくお願いします。お、お気になり、 Thank you。 それでは今日も一日ありがとうございました。配信最後のあっち向いてほいいきますよ。せーの、あっち向いてほい、上。今日も一日ありがとう。おやー、おやすみなさーい。お化け、ありがとう。ではまた明日のお昼配信でーん。わあ、ありがとう、おかしい読売巨人軍さん。ケンジー、ありがとう。お菓子ガブガブでねー。わ、ナクサさんありがとう。みんなお菓子ありがとう。おやすみ間近の。